無敵とは、戦って勝つことではなく、敵がいないこと。ぼーっとした人は、ぼーっとしているので、ぼーっという無敵を遠くで聞きます。無敵を聞く人は、無敵である。無敵というのは、200人、300人の敵をなぎ倒したから無敵になるわけではありません。2000人、3000人の敵をなぎ倒したからといって、無敵になるわけでもないのです。無敵とは、もともと敵がないこと。私がぼーっとして、いちいち腹を立てたり、一喜一憂せず、ありとあらゆることを笑顔で迎え入れ、自分の許容範囲を広げていくことができたら、私自身が一番楽なのです。よく考えてみると、自分の平均的な90度の扇の広さを、その外に現れた人が広げてくださったおかげで、自分の心が広がり、許容度、寛容度が広がったのであれば、その人に手を合わせて、ありがとうと言えるのではないでしょうか。そういう方程式が分かったとき、目の前に現れる人、一人一人が、私の許容度、寛容度を広げてくださる人なのかもしれません。優しく、思いやりに満ちた人が現れてくれることも悪いことではありません。歓迎すべきことです。しかし、私の狭い心を広くしてくださる人、そうしなければ私が辛くて嫌悪を感じるような人が現れてくれたとき、その人が私の心の狭さを広げてくださる存在であるということに気がついたら、私たちは心の底から手を合わせて、その人に感謝することができそうです。